髪型を思い切って変えることで人生を変えることだってできるということを信じて慈善活動をしている人々がいます。ロサンゼルスで撮影されたとても興味深いビデオをご紹介します。わずか数分でスタイリストが汚れ切ったホームレス男性をスーパーモデル並みに大変身させるのです。登場するスタイリストはかなり有名な人物で、要するに普段はハリウッドスターなどいわゆるセレブと言われる裕福な人々を顧客に持つ美容師ジェイソン・シュナイドマンさんです。ジェイソンさんは髪型を変えることで人生をより良い方向に変えることができると信じていて、その信念を実行に移すため非営利団体ザ・メイン・グルーマーを設立しました。彼とこの団体のスタッフたちは貧しい地域に出かけていってはホームレスの人々に無料でカットをします。また人々から寄付されたお金で購入した食料や衣類を無料配布しています。ジェイソンさんは主に SNS でカット前後のホームレスの人々の写真を公開していて、それぞれの人々の物語も同時に紹介しています。彼には世界中に多くのフォロワーがいて、多くの人が寄付をすることでこの活動をサポートしています。こちらはマイケルさんというホームレス男性です。当然のことながら彼は生まれつき路上生活をしていたわけではありません。麻薬中毒になり、その後全てを失ったのです。ジェイソンさんはホームレスたちに外見と同時に人生自体も変えるように話します。今30歳？僕は今50だけど、30の時は僕もホームレスだったんだ。麻薬にかまって借金は増える一方だった。逮捕状も出ていた。でも今僕はこうして成功し、人気のスタイリストになることができた。15年前、僕を愛してくれる女性と出会って結婚し、2人の子供にも恵まれた。マイケル、君の人生はまだ始まったばかりだ。ただ勇気を出して薬をやめて普通の生活に戻るんだ。何かを変えるのに遅すぎることは絶対にない。必要なのは強い意志だけなんだ。ジェイソンさん自身もかつて麻薬中毒と路上生活をし、それを抜け出した経験を持つので、その経験をシェアし、必要とする人々に可能な限りの手助けをしたいと考えています。しかも彼は自分以外にも同じように困難な状況にある人々に助けの手を差し伸べる準備のある人々を集めて組織しているのです。ビデオは最初2019年12月にザ・メン・グルーマー・ファンデーションのアカウントからインスタグラムに投稿されました。2020年4月には再度同じビデオが投稿され、次のような説明がつけられました。麻薬に苦しむマイケルのためにこのポストを再投稿します。すでにご覧になった方は申し訳ないのですが、できるだけ多くの方に見ていただきたいのです。これがザ・メン・グルーマーの活動の原点です。髪をカットするだけでなく、必要な時に必要な場所に行き、誰かの人生を変えるお手伝いをするのです。しかし、あるユーザーがこのビデオを TikTok に投稿すると、このビデオは爆発的な人気を集めました。わずか1分で無力感の塊からモデルに変身と名付けられたこのビデオは、すでに1700万人以上が視聴しています。コメントの中には、マイケルさんはエージェントを見つけてモデルになればよいと書いている人もいました。きっと多くのファッション雑誌が彼との契約をめぐって争いを繰り広げることでしょう。このような親切な行いは、いつでも世界には誰かを助ける準備のある善良な人がいるということを私たちに思い出させてくれます。さて皆さん、いかがでしたか？今回はここまでです。ビデオが気に入ったらいいねをしてお友達にシェアしてください。またご感想をコメントにお書きください。またすぐにお会いしましょう。